このスレ見ると若い時代を過ごした人にとっては戦時下って青春だったんだなってなった。はい、私もこのシリーズの動画を作るたびにそれを実感します。この戦時中の面白い話の動画も気づけば8回目になります。これも祖父母のいろんな体験をいつもコメントに書いていただける皆様のおかげです。本当にありがとうございます。今回も面白いコメントがたくさん寄せられましたので、早速紹介させていただきます。うちのおじいちゃんは疎開先で、芋使って野球してたらしい。貴重な食料だったんじゃないのそれ。ふんどしを伸ばすのは水木しげるも言ってるし、現代でも対処法として服を伸ばせとあるし、すでに室町時代くらいには常識だったそうな。トイレの使い方わからない人、うちのホフと全く同じだわ。そういう人だらけの県営住宅に住んでた。英語は堪能ではないので米国の軍に留学に行かさた。給料付きで、聞く限りは人種差別がひどくて、聞く話は黒人の友人の話ばかり。その時持って行った一人用炊飯器を私は持っている。しかし祖父は小作人ではなく豪農の生まれで、いいタイミングで軍学校に行き、そこでお腹の減らない青春を過ごし、特攻隊はあと1日とかの単位で逃れ、祖母もそりゃもう500年は前からの大きな豪族武家だったのに、乗っ取りからの一家離散までは悲惨としても、一度も食いっぱぐれなく、空襲も一度もなく、何度も空襲される東京が見える土地だったので、花火のようだと、なんというかもっけの幸い一族。母方の祖母は機銃掃射に狙い撃ちされたり、ロシアがなぜか来たり大変だったようだが、祖父は体がでかいのに検査に落ち、徴兵を逃れ終戦。もうなんというかもっけの幸い。ちなみにこの不幸のどん底だが、怪我はせず、なぜか事故事件にあっても生き延びる性質は遺伝らしい。いろいろ聞かされすぎて、小学生からもし、ここに何もなくなったら生きる方法を学びすぎて、なんだかわからない人になっている自分。悲惨な話だけでなく、当時の生の体験談がとても良い。このじいちゃんを次の年から呼ばなかった学校バカだと思うわ。シリアスだろうが面白方向だろうが、子供たちが興味持って話を聞くことがまず大事なのに。私もそう思いながらこの動画を作っています。うちのじいさん極めて口開かない板金屋を職人肌の典型例で、結局会いに行っても怒ってないのだけど、じいさんの声すらなくなるまで一回も聞いた記憶がない。で、それからしばらく経ち、その息子、すなわち俺の父親が、じいさんはインパール作戦の当時車を運転でき、修理もできるのはじいさんだけだったらしく、他同期の陸軍日本兵たち数十人を上官がボコボコにしてる最中、じいさんは貴重だから一切何もされず休憩してこいと指し示されたとか。で、ここでむちゃくちゃ驚いたのが、極めてインパール作戦は補給線が弱く、同僚がじいさん体調悪い時代わりに運転を行って亡くなってたりしてる地獄の中、インパール作戦の弾薬、食料補給で運転する際は、おそらく当時恐ろしく価値高かった練乳をガブ飲みしてたって父親から聞いた時、じいさんよ、って渋いくせにずるいことしてたんだなぁと。衛生兵だったじいちゃんは終戦すぐの軍の混乱の中で大量の薬とトラック盗んで薬局始めたって話してたなぁ。うちのじいさんは、上官がいない間に帰るかみたいなノリで帰ったらしい。じいさんは地理の先生だったらしく、獣道などを使って敵に見つからずに家に着いたらしい。99歳で、だじいちゃん。陸軍中佐。沼でふんどし愛用してたな。教育やメディアの題材となりやすい時代って、かえってリアルな人間の様子が見えなかったりするもの。だからこうして人々の生の姿を知ると、戦争がただの教科書で習う出来事ではなくなる。いい動画をありがとう。昭和50年代の時にドリフターズのコントで軍隊ネタのがあって、放送当時は軍隊経験者が多数いた時代でも、元軍隊経験者からの苦情で放送禁止はなかった。うちの曽祖父は戦争の時、多分当時21歳頃、に戦争に出てたんだと。で、戦ってた時に利き腕の右腕を撃たれたんだって。弾は貫通したとか。で、曽祖父を治療した看護師に恋をしたんだと。で、約束をしたらしい。戦争が終わったら必ず迎えに行くって。で、本当に迎えに行ったの。婿入りして、ずっと優しくしてたって。命の恩人だから。うちのじいちゃん、大和の左舷川の真ん中あたりの対空砲になんか落書き書いたらしい。戦争が終わったから今日は授業なし。みんな帰れる。テーピスキ。どの時代の子供は可愛い。うちのじっちゃんは戦地から舞鶴へ帰る船で、現地にてあれだった上官は夜中にポイポイポイポポイポイポピーされてたって話してた。親戚のおばさんが子供の頃に疎開した時の話。疎開先では食べ物がなくて、みんなお腹空かせてた。あんまり空腹なので枕の小豆。当時、枕の中には小豆豆を詰めているものが一般的。
をみんなで夜な夜な食べていたそうな。枕がなくなったので、両親に枕を送ってもらうように手紙を書いたら、どう見ても枕に見えないくらい小豆をパンパンに詰めて送ってきて、さすがに没収されてしまったそうな。当時、疎開先への生活費、術品以外の送付は禁止されていたそうです。戦時中の祖母の笑える話。祖母の家では戦、下兄らのおかげで軍から乾パンやら缶詰やら軍から定期的に支給あったらしい。そこに、黒い風船もあってまだ子供だった祖母その風船をいつも楽しみにしてたんだけど。後々、博物館で戦時中の展示を見に行った際に鉄兜というコンドームのパッケージを見て、ハッとなって、自分が遊んでた風船はコンドームだったんだとわかったそう。こういう下ネタを聞くと、こういう時代でも、と私は逆に安心してほっこりしてしまいます。戦後の笑える話。うちの父の田舎の話を。父の田舎には戦後に米軍が食料を定期的投下したらしく、ある日缶詰がたくさん来た。開けてみると、石鹸らしいものが入ってて、使ってみたらベタベタと汚れる。ご飯が食えないってのに、こんな立ちが悪い石鹸なんか落としやがってと頭にきて全部川に捨てたらしい。しかし、1970年代に入り雪印のプロセスチーズが流行ってたので買って開けてみて、ああこれあの時米国が落とした石鹸と同じだと気がつき、あの時捨てたのは石鹸じゃなくてチーズだったんだ。飯がないの知ってて栄養豊富なチーズをたくさん落としてくれてたんだ。と反省したそう。俺の親父の話。戦後すぐ芦屋に進駐軍がやってきて基地ができたそうな。親父はとにかく腹が減って家の周りの雑草は食べ尽くしてしまい途方に暮れる毎日だった。そこで連れから飴ちゃんの基地に行ったら何かあるかもしれんと誘われて、片道20キロ以上徒歩で基地までやってきて、日が暮れるのを待ってほふく前進でテントまで進み、誰もいないのを確かめてテントの中を探して、直径15センチ高さ20センチくらいの缶詰とコーラ瓶をリックに数個詰め込み家まで逃げ帰った。そして家でその缶詰を開けたら、親父が言うには肉じゃがとかコーンと豆の煮物とかだったと。多分違うと思う。そして生ぬるいコーラを飲んだら腹が膨れて、二層になったという。そしてそれに味を占めて、またその後数回テントに潜り込んだらしい。しかし次からはアメちゃんも怒って空砲を撃ってきて威嚇されたらしい。でも空腹には勝てず週1くらいはお邪魔していたということ。俺の親父曰く丸抜町。俺の出身町。で一番最初にコーラを飲んだ男は俺だ。といつも嘘吹いていた。それと、缶詰のグリーンピースを食いすぎて嫌いになったらしい。うちのじいちゃんは15歳の時に終戦になったそうだが、数日前まで鬼畜米英の奴から日本と天皇陛下を守るため竹槍持って戦い方の訓練をさせていた教師が終戦の3日後に学校に行ったら、今日から民主主義です。米英国とも仲良くしましょう。って言い出して、なんだこれってじいちゃんたちは竹槍持ってふざけんなって教師を追いかけ回したって言ってた。こういうエピソードも作成していて多く聞きました。昭和の若い人はとても純粋で行動的だなと何度も感心しました。戦争に行った祖父は笑えるようなことしか母に言わなかったらしいです。食料に困ることはなく、鍋いっぱいの小豆、甘く煮たもの、を盗み食いしたとか、ザルで酒を買いに行ったとか。確かにロシア語でエビはそういう意味、だから、エビスビールが売れなかったのは有名だけど、エビ原醤油がヤバいってのは気がつかなかった。爆笑した。今日目が覚めたら、障子にハエが止まっていて、それを猫が捕まえようとして、平和な日常が綴られていて、オチもある。この慰問の手紙が舞台で回し読みされたという話が一番心に残った、すごくわかる気がする。文章が非常にのんびりしていて、心が癒されたのだろうね。舞台の人々も、ふるさとの家族やかつての日常を思い出したりしたのだろう。書いた本人は何も考えずに書いたのだろうが、受け取った兵隊たちの心には響いた。のんきな子供だなと大笑いしながらも、このような平和な世界を自分たちが守らなくちゃいけないと思ったのかもしれませんね。戦争中に親父から聞いた話だけど、ドラム缶に酒を入れて部隊を移動しようとしたんだって、ドラム缶がガソリン臭かったので、焼いてしまえばガソリンが蒸発するだろうと、火をつけたら、数十メートル上空に吹き飛んだったんだと、偉く上官に怒られたんだって。うちの祖父は戦時中パラオにいたのですがおならが出すぎて上官によく殴られていたそうです。僕も祖父の DNA なのかおならが多いです。ドラム缶風呂で思い出した。俺のじいさん中国で輸送部隊だった。当時珍しい免許取得者。おかげで食い物には不自由しなかったがしょっちゅう襲われたとか。目的地に到着したが友軍はいない。荷物をそのまま持って帰るわけにはいかないってことで周りに水がないから日本酒をドラム缶に入れて風呂にしたらしい。のんべえは大喜び。俺のじいさんは下戸。
体を洗うだけで酔っ払って二日酔い。あの時は先祖を恨んだって。俺も下戸でじいさんを恨んでいる。忘れないように米失礼します。私のひいおばあちゃん、父方の祖母の母の話です。当時にしては結構広い土地持ってて自分ところの田んぼでお米育ててたんやけど、自分の子供の弁当に白米入れて持っていかせてたらご近所さんから、あの家は贅沢しとるやら何やら言われたらしい。ひいおばあちゃん、自分の家で作った米持たせて何が悪い、ってブチ切れ。その後も白米持っていかせてたって聞いた。肝ったま母ちゃんやったみたいで、旦那不在の中ばあちゃん含め8人兄弟を育て上げたすごい人です。103歳まで大往生しました。ちなみにひいじいちゃん、父方の祖父の父、は地主やったけど小作人に土地ごっそり持っていかれてた。祖父の記憶だと広い座敷の上座に課長が座り、その正面に向かい合わせで本家の人たちから知らん人までずらーっと座ってご飯食べたことがあるらしい。すごい時代。ハワイ近くの南の島に特攻に行ったけど、燃料が足りなくて不時着。海に落っこちてそのままハワイの捕虜になった親戚の話。アメリカ人が発電機を一生懸命使ってたから何に使ってるのか様子を見てたんだ。日本はその時、石油の一滴は血の一滴と言われるほど燃料は貴重だったから、発電機を何に使ってるのか様子を伺ってた。ハワイのアメリカ人は、発電機ブンブン回しながらアイスクリームを作ってた。もうそれ見た時、日本は絶対に負けると思ったとのこと。兵士ならコカ・コーラも無料。飲み放題。ちなみに、ハワイの捕虜生活の時が一番豪華な食卓だったらしい。食事に肉があった。ちなみにワイのひいじいちゃん沖縄の離島出身なんやけど、戦争始まった時に本土にで働きに出てたらしいけど、戦争末期の海軍パイロットに志願したのはいいものの特攻命令をビビりまくって逃げて知り合いの女の家に逃げ込んでそのまま終戦。そのままくっついてその後にワイが生まれたってわけだみたいな話を亡くなる1年前に聞いた。そういえば、以前書店で戦争に従事していたソ連の女性たちの証言集を漫画化したのを見かけましたが、この証言のほのぼのさ、お召しから仕立てられた絹のドレスに夢中になっているところとの落差に考え込んでしまいました。調べてみたら、あちらは独ソ戦に従事していた方々ですから厳しさも段違いだったのかもしれません。天皇陛下はうんこするんだろうか？木村拓哉とキンキキッズとか AKB48 メンバーはうんこしないし、我が家のじいちゃんが国後島からの引き上げ組で、沼でロスケメ、って恨んでいたなぁ。ある日突然、日ソ不可侵条約破棄してふるさとの国後島を追い出されたんだよね。じいちゃんの米紙に銃突きつけられたこと忘れなかったよ。国後島はすごく寒かったけどとても四季が綺麗な島だって話してたなぁ。北方領土のビザなし交流は私の賛成まで確か対象になるんだけど現実は忙しく行けません。じいちゃんが綺麗だって言っていた国後島に行ってみたい。これを見て、ギリギリ生きてるばあちゃんに似たようなネタないか聞いてみた。友達の米秀さんは、鬼畜米英といじめられてたそうだ。米秀さん。すいません、米秀さんには申し訳ないですが、吹き出してしまいました。じいちゃんが日中戦争時、深夜にどうしてもタバコ吸いたくて街の暗がりでタバコこそっと吸ったらその日で銃撃されたらしい。軍にタバコは禁止されてたらしいが、夜襲準備してて銃撃に対して皆で反撃に出たようで結果良かったが、敗北してたら戦犯だったと言ってたのを思い出した。母方の親戚のじいさんが戦争行きたくないからって醤油一気してぶっ倒れて徴兵免れたって話聞いたんだけど、戦争行きたくねえで下手しい命落とすようなことしでかすのはさすがに笑ってしまった。私の親戚のじいちゃんが若かりし頃戦争に行くために遠距離を移動してる途中でぎっくり腰になって担架に乗せられて帰ってきて温泉で療養してる最中に戦争終わったという話ならある。登場秀樹打ち落とすの臭すぎ。家のひいじいちゃんは体もあんまり弱くもないのになぜか徴兵されず戦時中国からの子供作れっていうのに納得いかず終戦すると同時に結婚して子供作ったらしい。空襲警報があると焼き芋を作ってもらうために芋並べるのくだりは。じいちゃんからも聞いたことある。名古屋の某有名企業の社長様ご夫妻の話。長野の田舎に疎開中に鶏を入手したわいいが、締め方がわからず湯に生きたままつけたわいいが、鶏は家の中走り回り、大変だったらしい。自分のおばあちゃんは戦時中小学生だった。戦争が終わり米兵が家に入ってきた際、母親は逃げなさいと言ってたが、おばあちゃんはお手玉を米兵に見せてあげた。するとチョコとガムをたくさんもらったって言ってた。でも全部硬くて美味しくなかったって。亡くなった祖父、大正15年生まれが満州へ従軍していた時、とても寒かったらしくて野外でおしっこをしてたら凍るんだという話を聞きました。
動画で同じ話が出てたので、ロシア寄りだったのかな？子供の頃、戦時中の話をいろいろ話してくれたんですが、この話が一番印象的でした。お正月の祖父の家に突然立派なブリが送られてきたことがあったんですが、誰も送り主に見覚えがなく、送り主に電話をしてみたら祖父の戦友でお互い生きて帰ったらブリを送ると約束していたそうです。戦後60年以上経って果たされた約束でした。すいません、笑える話ではないですね。でも、あまりにも感動的なので拾いました。数学者だった父親は、僻地の農家生まれで、食べるものはどうにかなったようですが、塩が足りなかった。という話が面白かったのでコメントします。漬物用に塩を使い、調味用の塩が不足していたので、当時小学生だった父親は、海まで片道3時間歩き、缶で海水を煮詰めによく生かされたそうだ。一日中、小枝などの木材を集めて燃やし、やっと手に入れた塩は、スプーン一杯に満たなかったそうな。そりゃそうだ、海水の濃度は 3%。算数で塩分何パーセントの計算の解き方を尋ねると必ず聞かされた話。日本って昭和50年代まで岩塩を輸入して国が売ってたよな、そういえばっていう話。数年前、本屋で戦地からの手紙を集めた本を見ました。興味が湧いてちょっと立ち読みしたらドイツ兵の翻訳したもので割と勝てそうにないとか自由に書いてた。日本は郵便物の検閲が厳しかったと聞きましたので、比較すると国柄の違いがわかりそうですね。便乗して、うちの祖父の話を投下してよいかな。かなり長いし読みにくいけど。現在は違うのだけど、当時の祖父実家はかなり裕福だった。大正時代に使用人を引き連れて世界中を旅したり、当時の日本の建設技術を駆使して豪邸や持ちビルを建てたりしてた。豪邸には電気で稼働する人工の滝があったり、浄化槽完備の水洗トイレがあったり、ガラス張りの巨大な温室があったり、電動の汲み取り式水道を通したり、風呂場の横に舶来製のボイラー室作って温水のシャワーが使えたりと、当時の生活基準から、かなりぶっ飛んだ生活をしてた。だけどそれが原因で日本軍に目をつけられて、戦時中は日本軍の幹部がずっと駐留してたらしい。自慢の温室は日本軍の食料庫になって、ボイラーも取られてしまった。そんな中、うちの祖父も徴兵されることになったんだけど、曽祖父が駐留してた幹部に大金つかませたおかげで、前線とは離れた経理係に配属されたんだと。結局、祖父は一度も武器を触ることなく過ごし、最後は対馬に送られ、そこで終戦を迎えた。当時の対馬には、祖父のように軍に賄賂を渡して安全な対馬に逃がされた兵隊が大勢いたらしい。これは祖父弾なので真偽のほどはわからない。祖父の豪邸に駐留してた幹部たちは、終戦前に食料をトラックに乗せて撤退したそうです。ここから先は終戦後の話。せっかく日本軍が撤退して安堵したのもつかの間、今度はアメリカ軍から目をつけられてしまい、祖父実家は大慌て。戦前に世界旅行していた曽祖父は、アメリカ人が家にペンキを塗りたがる性分だと知っていて、ご自慢の豪邸にペンキを塗られるのが我慢ならなかった。すぐさま、日本軍の幹部に連絡を取り、その幹部経由でアメリカ軍に賄賂を渡した。結果、祖父の豪邸はアメリカ軍の占拠を逃れ、代わりに数キロ先にあった洋館が今占拠されたらしい。曽祖父の予想通り、占拠された洋館はペンキを塗られてしまったそうです。だけど洋館数軒じゃ、やっぱり足りなくて、アメリカ軍用の住宅が今作られた。祖父実家の近隣は、今でも当時の名残がある。改めて読み返すと、不謹慎かつ、ぶっ飛んだ話だな。いや、なんかごめんなさい。大丈夫です。お気になさらないでください。随分昔に聞いた話だから本当かどうかはっきりしないんだけど、曽祖父が洗面所で顔洗ってる時に機銃掃射があって、流れ玉が洗面器の局面に沿って長弾して頬をかすめたそうな。身バレになるかもしれないから、ちょっと濁しますが祖父は満州にいて、ソ連の統治下に直接取り付いて解体するというよくわからない部隊に所属していました。その後、本土に戻って学校に行って関西で航空機の学校にいたんですよね。ただ、祖父の戦争のあれこれは祖母によって完全に消されていて、部隊名などは抑えてあるのですが、一体何をしていたんだろう。祖母によって完全に消されているとはどういうことですか？勲章とかもあったと祖父の近所の人が言っていたのですが、それで祖母に聞いてみたら祖母曰く焼いたなくしたそうです。軍服の写真も焼いたそうです。軍歴証明書を取得してみてはいかがでしょうか。これを取得すると軍隊での経歴階級や何月何日にどの部隊に配属されたかなどがわかります。申請方法はネットで調べれば載っていますので、それを参考にしてください。ありがとうございます。まずはそうしようと思います。実は、軍歴証明書とは言えないんですが、記
跡的に祖父の実筆の履歴書が出てきたので大体どこでどういう部隊に所属したのかもわかっていて、部隊史もあり、戦友会も存在しているところまでは掴んでいるのですが。戦友会の名称をネットで調べたことはありますか？ありますが、ヒットしませんでした。戦友会は部隊史の裏にあり、電話番号は劣化したりで読めませんでした。赤外線カメラで電話番号の部分を撮影すれば判読できるんじゃないですか。ありがとうございます。そうですね。赤外線カメラを入手したらもう一度やってみます。うちの祖父随宝鳥という空母に乗ってたんだけど、途中で感染症になって横須賀か何かの港で降ろされたんだ。そしてそこの町で働いていた祖母に惚れて、ラブレターをめちゃくちゃ書いたと言っていた。このシリーズ大好きです。戦中後の話といえば祖母が繰り返し話してくれた話を思い出しました。明治生まれの曽祖母はとても気が強い人で、戦争中後は、傾いた農家を切り盛りしつつ闇市へ米や野菜を流す副業で、曽祖父が異界用で寝たきりだったのにもかかわらず家計を切り盛りし、一代で安定させた。そんな家に嫁に来た祖母は、曽祖母に超絶にいびられたらしく、無口な祖父が二人に板挟みの状態だった。だけど、祖父はどちらの味方もせずに、知らんぷり。祖母にしてみたら、それも腹立たしかったようだった。農家だって米なんてたくさん余ってるわけじゃなかった時代。それなのに食費をカツカツに絞ってたのよ。岐阜にも私にも内緒で農作業の途中で抜け出し、町から来た闇業者と竹林の中で農作物をブツブツ交換したり、怪しい商売をしてたんよ。と、心の中で、クソババアと日頃から思ってたそう。ある日祖母がひどい風邪をひき長い間寝込んでしまった際には、近所の人がお見舞いに鶏の卵を5個持ってきてくれた。それを預かった曽祖母は、5個のうち4個を闇市へと売りさばき、残りの1個を可愛い息子の祖父だけに食べさせた。闇上がりで、近所の人に卵のことを聞かれて、初めて差し入れがあったことを知った祖母は、その時だけは、私のために持ってきてくれた卵なのにって、初めて曽祖母に泣きながら激怒した。そしたら祖父は働き者だけど、あんたは違うけん。と曽祖母。祖母は、それまでもひどくいびられたことも相まって、みんなが寝静まった後に、実家へ帰ろうと、闇上がりの体でこそこそと荷物をまとめていると、祖父が卵を一つ入れたお粥をこっそり作って持ってきてくれた。聞くとわざわざ卵を一つだけ近所の人に頼み込んでもらってきたんだとか。わしゃあんたに出て行かれたら、困ってしまうけん。と無口な祖父が、ぼそりとつぶやいた。ああ、あの時の卵に騙されて、80年近くも一緒に暮らしてしもうたわ。と。祖母は、漁師の娘で、周辺の村の中でも綺麗で有名だったのですが、農家に嫁に行けば白いお米をたくさん食べられると騙されて、祖父と結婚したと、ことあるごとに愚痴っていました。そしてその時のことを思い出すと、次生まれ変わった時には、あんたとは結婚せんで、別の人と結婚するけん。天国行ってもついてこんでくださいね、と、その時の怒りを思い出すように祖父に文句を言うのが決まりだった。それでもわしゃ、あんたを天国で探し、見つけ出すもん。と言ってた祖父も、とても愛されていた祖母も今は亡くなってしまいました。祖父の葬式の時には、先に、だばあちゃんを、今頃は一生懸命探してるだろうねー。と家族と思い出話。終戦時、呉で海軍の倉庫を管理していた N さんの証言。海軍の受品倉庫、医療品、の管理を命じられ、夜警を置いて管理していたが夜中に窃盗団が棍棒を持って集団で押しかけ、おい、夜警はどこにおるか。出てこい、叩き、してやる。などと怒鳴りながら中の物を盗んでいく犯罪が相次いだという。現場の人が恐れて警備に出たがらないため N さんはしばし考え、どうせ進駐軍に取られるなら戦災で焼け出された市民に取られた方がいいではないかと決断し、盗まれても構わんから怪我を専用にしてくれと言い渡し形だけの警備を続けたとのことです。戦闘機の整備兵だった亡き祖父、身長が割と小さい人だった。軍隊では連帯責任なので、何かあると一列に並ばされて、背の高い方から上官に殴られていったそうな。毎回毎回上官は全力でぶん殴っていくので、祖父が殴られる頃になるともうヘロッヘロになっていたらしく、殴られても何も痛くなかったんだとか。あと、部隊では平気で英語使っていたらしい。飛行機を動かす時にバックオーライ、バックオーライ、ストップだとか、ガソリン満タンね、オッケーというやり取りをしたりだとか。うちの父方の祖父は戦時中は海軍にいて、子供の頃聞いた話、直接聞いたことはない、は飛行機を使ってパイナップルを盗みに行ったとか艦隊司令長官、中将、と一緒にアイスクリームを食べたとかいうしょうもない話ばっかりだったので、そんなんだから戦争に負けるんだよじいちゃん、と思ったけど祖父が亡くなって遺品を整理したり祖母から色々暗い話や修羅場、
軍艦内に士官が隠した洋艦を取りに行こうとした部下を止めず取ってこいと言ったら目の前で爆弾または魚雷が命中して亡くなってしまったり、同郷の先輩が年金の関係で配属を変わってくれと言われ変わったらその先輩がアッツ島に配属され玉砕されたりとか、そしてそういったことを終生気にしていた。を聞いてそりゃ子や嫁、孫には話せないわと思った。パピーはいろいろ思うことはあったみたいだけどそうした影響か孫の僕は海に関わる仕事してるから因果は深いなぁと。自分の祖父の話。子供の頃は近所の幼馴染のお寺が遊び場。習わぬ経を読むってこと。赤髪が来て戦場に出れば戦、するものも出る。その度にお経を唱えて弔っていた。そういうことだったから手紙で今朝を送れって。完全に偽坊主になりきったんだと。上官だって戦、することがあれば弔ってほしいと思うから可愛がってくれたらしい。理不尽な上官によるいじめみたいなものも、弔わないって愚心したら亡くなった。戦友会みたいなことを家に集まって祖父の膝の上。おじいちゃんのおかげで助かったんだよって、ぼんやりと記憶に残っている。当時小学生だった祖父は軍需工場の近くに住んでいたらしく B-29 が工場に向かうのを見ていたらしい。防空警報が鳴ってみんな防空壕に逃げているのに屋根に登ってアメリカの飛行機はかっこいいなぁと思っていたらしい。その後地域でも有名な怖すぎる親父である曽祖父にケツが腫れ上がるほど叱られたと言ってました。米兵より親父の方が怖かったらしいですよ。今では考えられないですが当時は体罰が当たり前ですからね。戦争や米軍よりご家族や恋人の方が怖いというエピソードも戦時中シリーズでは多いです。うちの祖母は戦時中に田んぼ仕事をしていたら空襲警報があってあぜ道に隠れたんだって。今でこそあぜ道は短く刈られているけど、当時は隠れるために棒棒に伸ばしていたんだって。で、その中に隠れたら大きなネズミがいて、思わず叫んで田んぼに転がり落ちたんだって。そしたらその声に驚いたその近くあぜ道に隠れていた他の人も次々に田んぼに落ちて、結局警報は誤報でみんなドロドロになってしまったって、祖母は恥ずかしそうに言っていたよ。あと、私が子供の頃ドラマや映画で戦争の話を見て、ご飯大変だったの?と聞くと、農家の我が家は食べるものには困らなかったらしく、逆に札幌とかのお偉いさんが長靴とか持ってきてお米を分けてくれって言ってきたって。農家を辞めた今、お米関係の仕事をしている私はコロナの今、農業は強いと思っています。うちの父は尋常小学校の頃は芋しか作ってなかったと言ってた。空襲も田舎の家から花火が地面から余って綺麗と思ってた。母は勤労奉仕で町に出ていたが空襲の2日前に母親が危篤になり家に帰って無事母親は次の日にはピンピンしていた。そういう人、霊感予知ムーセモノサマシが出る家系だったのでなるほどと納得したらしい。その母が勤労奉仕の工場で洋館だと言って食べさせてもらったのがニトログリセリンだったと分かったがまたくれないかなと思っていたらしい。亡くなった母方の曽祖父はフィリピン。あたりの南国に行ってたんだけど、現地ではジャングルの果物や蛇ばかり食べてて戦後もなくなるまで、平成半ばまで、畑や庭で捕まえた蛇を七輪で焼き鶏肉みたいでうまいと母に勧め、晩年まで主食はトロピカルフルーツというほどマンゴーやバナナをうまいと食べていたそう。あの穏やかなじいちゃん戦争行ってたんだね。父ちゃんから聞いた話、焼夷弾が田んぼに落ちると爆発しないことがあったらしい。それを回収して中身の油を抜き出し燃料にしていたと話してくれた。父ちゃんのおじさんが南方に出征した時の話。父ちゃんからのまた劇。ある時食料確保のため川魚を取った。みんなが刺身で食おうと言っていたのに対しそのおじさんや現地に人たちやめようと提言してたがみんな構わず刺身にして食べたそうで。その後食べた人たちが皮膚の下を這い回る寄生虫に苦しんでいたという話を聞いて川魚は生で食わないようにしようと心に決めた。戦時中でもちゃんと人間の生活の中での喜怒哀楽があっていろんな人生があったんだなと思う。うちの祖父は戦時中に、ぬほど里芋食べさせられたから今でも里芋大嫌い。でも祖母が里芋大好きだから畑で里芋作らされてる。あんたの好き嫌いなんか知らんって。あと私の曽祖母は夫を沖縄戦で亡くしてる。幼馴染で恋愛結婚で別の幼馴染と曽祖父を奪い合い結ばれた人だった。あまり戦争の話はする人じゃなかったけど、町の人が着物を持って食べ物と変えてくれって言うから芋と変えてあげた。B-29 が山の上を飛んでる時あんな綺麗なものが人の命を奪うのかと思ったって話してくれた。あとは曽祖父が一度だけ帰ってきて井戸で水飲んでてあれは本当に嬉しかった戦争さえなければあんたらのことも一緒に見れたのにって悲しそうな顔してた。曽祖父からの手紙もずっと大切に持ってた。認知症になってからはずっと曽祖父のこと探してたよ。
曽祖父は沖縄で近くに爆弾が落ちて亡くなったらしい。同じ部隊にいた人がわしは怖くて怖くて逃げ回っとった。やけど丸々やん。曽祖父は真面目やからバカ真面目に戦争してたからわしみたいなんが生き残ってしもた。すまん、すまん。って泣きながら謝ったらしい。戦争は良いことじゃないけどいろんな側面から見た貴重な話が後世に少しでも残っていくことを願います。祖父が言ってたけど戦争が終わった頃に知らない人が家に来たと思って母親に聞いたら自分のお兄さんだったらしい。その頃のことは祖父は小さい頃だったからほとんど覚えていないそうです。母から聞いた話、東京の下町で暮らしてたという、焼夷弾のせいであちこち焼け野原。ここまではみんなよく知ってるわ。7日での生活はインフラなしの煮炊きするのに木材を集めるしかないというもの。焼け残ってるのは電柱、昔はタールを塗った木製くらいで、しかも母の家にはノコギリがなかったから誰かノコギリを持っている人たちが地上部分を持って行った後の地下部分を掘り出して焚き木にしたという。地下部分は腐食防止のためタールもりもりだったそうで、燃やすと煙がものすごかった、とよく話してた。おばあちゃんから聞いた話。昔ひいじいちゃんは父と上皇の護衛をしてて疎開先が富士山だったから馬に乗ったりして遊んでたらしい。あと親戚の方が東京大空襲で火の海になった東京とかを見て綺麗だなぁなんて言ってたと聞いた。楽しそう。トマトの話題があったので、母方の祖母と母から聞いた話ですが、疎開先の妙高高原で、食料配給で大量のホッケが配られたけれど、家族で食べきれる量でもなく、冷凍庫な冷蔵庫があるわけでもなく、どうしたものかと考え、畑で作っていたトマトの木の間に埋めて肥料にしたそうです。その年のトマトはかなり立派なトマトだったようで。祖母の話。沖縄戦でヤンバルに疎開してた腹減ってたので変な鳥を捕まえ焼いて食べていて数十年後に食べていた鳥が新種の鳥のヤンバルクイナーというのだと知って驚いたらしい。戦時中に聴覚障害者がおって、聴覚に障害があるからと戦争に呼ばれなくて街でブラブラしてたら女しかいなくて、若くてたくましい男がブラブラしてるのは異常なことなのでモテまくって毎日のように夜を楽しめたよで、あれが忘れない、と語っておりました。戦争の話か微妙だけど、うちも地主だったんだけど、先祖の一人が遊び人で借金作りまくって、その返済で土地がほとんどなくなったらしい。戦前。結局戦後にただで手放さなきゃだったから、よかったんじゃね？っていうのが現在の見解。父方の祖父が徴兵検査でチビなことと扁平足のせいで不合格になったらしい。戦場で扁平足だと足音、ベタベタ歩くからか？がうるさいからだそうです。そのせいで肩身の狭い思いをしたらしい。そしてもう一つ、知り合いが戦後駅前で米兵にチョコレートが欲しかったけど名前を知らなかったので、とりあえずチョコレートイコール甘いイコール砂糖イコールシュガーで、ギブミーシュガーと言ったら別の子はチョコレートもらってたのに自分にはくれず帰ってしまいへこんでたが、また戻ってきた米兵がチョコレートでなくズタ袋に1キロの砂糖をくれたそうです。食料の倉庫の管理みたいな役職に就くと、その人たちが食料勝手に食うから、周りの日本兵はみんなマリマリになってくるのに、食料管理の役職の人たちだけ、太っていくのが面白すぎた。ひいじいさんの話を父から聞いた話。ジャングル？森？の中で隠密行動してて大便がしたくなったけど、拭くものがなくてそこらの葉っぱで拭いたら、触るとかぶれる系の葉っぱでケツが大変なことになったらしい。ひいじいさんはビルマに行っててインパール作戦から帰ってきた人です。うちの父方の祖父は徴兵され、陸軍の衛生兵として品に出征していたらしい。戦後結婚した祖母が風邪をひいて熱を出していたらどこかから闇市？怪しい注射器を仕入れてきて、わしが栄養剤を注射したるわ。わしは衛生兵だったけ注射は得意じゃと祖母に言ったそうな。祖母はそんな得体の知れない注射を打たれるのが怖くてやめてくれ頼むからやめてくれと懇願したそうな。昭和20年代の話らしいので今考えたら、もしかしてそれ日、本なのでは？幼い頃に聞いたのでうろ覚えだけど、一昨年亡くなった母方のじいちゃんはフィリピンだかどっかに行かされて、現地の人？と結構交流してたらしい。じいちゃんから聞く戦争の話は銃撃戦だとかそんなんじゃなく、日常生活っぽいことがメインだった。俺の持ってるタバコを要求してくんだ。タバコっつってな。タバコがそれほど好きじゃなかったじいちゃん、タバコ一本と引き換えに食料やら何やら交換してたっぽい。今思えば詐欺だろってレベルのブツブツ交換かも。そんなじいちゃんの太ももには傷があって、何の傷か聞いた時に一発だけな。食らったんだって、それだけ言ってたな。うちのじいちゃんのお兄さんの話。
その人は出兵で満州へ行った際に上官が同じ地区の出だったらしく、上官にお前は長男だからと言われ通信兵にしてもらったらしく、前線にも行かなかったので銃をほぼ撃ったことがなかったと言っていました。戦争が終わった後も、お前は家を継がんといけんからな、と日本行きの船に一番に乗せてもらったそうです。ですがその上官は帰ってこなかったと聞きました。だいぶ昔に聞いた話なのでおかしいところあるかもしれませんが大体こんな話でした。父方のじいちゃんは水戸の方まで徴兵されたらしい。近所の墓地からお供え物を盗んで食べたとか。父方の王子は17歳で大和に乗り、共に沈んでます。そんな私の友人のお祖父様は大和を建造されたとのこと。意外なつながりがあるんだな。これを見て思い出した。王子はシベリア抑留から帰ってきて大往生の末に亡くなったのだが、今はの際に言った言葉がロシア語でトマトが食べたいだった。何十年経っても、戦争や抑留体験が王子にとっていかに大きなものであったかと思う。笑える？話を思い出しました。昭和20年頃、大叔、祖父の妹、が旦那さんが戦して子供3人抱えた新ママになった時、配給の食事を子供、当時尋常小学校、たちの分まで分取って食べた。本人曰く母ちゃんが、したらあんたたちも食いっぱぐれて、ぬから私は腹いっぱい食べなきゃならんだった。大叔は98まで長男と同居。99で施設に入り間もなく亡くなったが堅くなに長男は棺に食べ物を入れてあげなかった。食べ物の恨みは深いようです。大変な時代でこういう際どいエピソードが多いにもかかわらず、なぜかほっこり笑えてしまうのがこのシリーズの不思議なところです。私は次のエピソードにも驚愕しながら笑いました。自分の母方の祖母、20年前に他界、は広島の郊外の生まれで、原爆投下後黒い雨が降った時には、黒い雨だ珍しいなぁと言って、家族全員でわざわざ外に出てその黒い雨を浴びたそうです。あと父方の祖父がよく話をしてたのがここら辺にはアメリカのスパイが住んでいたから空襲を免れたという話。当時子供だった祖父はそのスパイ、と交流があって、家に行ったら日本のじゃない勲章みたいなものが飾ってあったんだと。ツッコミどころ満載すぎて私含め親戚一同誰もその話を信じていませんが、祖父の家は大空襲のあった名古屋の丸の内近く、名護の地区、にあり、確かにその周辺は空襲の被害が少なかったと言われています。なので祖父の話もあながち、なんて思います。祖父の家は今でも名古屋のしけ道町並み保存地区にあり、古民家レストランになっています。元検察官の敷田稔氏が生前出した本に高倉健と同級生で仲が良く、戦時中に二人で船に乗ってアメリカに渡航計画を本気で立ててたというエピソードが書いてありとても面白かった。小学生の頃一度だけ、母方の祖母に戦時中の話を聞いたことがあったけど、近くの山に防空壕があったって話を聞いて、友達と山の中歩き回って防空壕を見つけ出し、そこを秘密基地として遊び場にしてたのを、学校の先生たちにバレて、こっぴどく叱られました。ちなみに、父方の祖父個人は、背中に大きな凍傷があり、左肩には筋肉をそぎ落とされたような傷跡もあり、子供ながらにこの怪我どうしたの？って聞くと、戦争中の傷とだけ言って、その先は、沼で語ってくれませんでした。ボーボが奉公していた大工の同僚から聞いた話です。勤労動員なんたらで福岡市むしろだ、現在の福岡空港の飛行機工場で練習機白菊を作っていました。おめえ、大工が飛行機作るやらしまいやぜと笑っていました。戦時中に立山に住んでた親父から聞いた話で、対空砲火で撃墜された P51 を見に行ったら、畳まれたゴムボートと粗末な釣り道具が積んであるのを見てびっくりしたんだそう。あと、食べ物がないんで近所のため池に行くと、うなぎだけはやたらと取れるんで、うなぎばっかり食べてたら嫌いになったと話していた。洋食と違って泥臭くて油ばかりで美味しくなかったんだとか。80を過ぎてからかば焼きを食べてようやくうなぎが好きになったと言ってた。曽祖父から聞いた話。戦前の日本では徴兵検査に合格した者は3年間の兵役に服し、一般の兵は一等兵、優秀な兵は上等兵として満期除隊しました。こうして除隊していった兵の中には、軍の売店で上等兵の階級証を購入し、地元で見栄を張ろうとする一等卒が少なからずいたようです。亡くなった祖母から聞いた話。地区で女性が集められた毛槍訓練。号令、と号令ともに、近所の女性が、ブー、おならを発射、めっちゃ叱られたと。まあ、芋食べてやね。面白い話も何もないけど、北海道のど田舎なのだが、もうすぐ89歳になる祖母に戦争の話を聞いたことがある。こんな田舎なのに寺の金やら何やら全部持ってかれた。B29? 見たことあるわ。いつも通り過ぎてくだけだったけど、だそうな。
農家だから配給とかともほぼ無縁だったそうで、戦争って言われてもあまり感覚としてはなかったそうで、うちの町の戦死は確かにとても少ないので、そういうことなのかなって。祖母の親戚で憲兵をしていた人がいたんだけど、一生懸命背筋伸ばして立っているのに背が低すぎて部下たちがみんなその人の身長に合わせてかがんで話を聞いていたらしい。部下の背が高すぎるんだってよく言ってたらしいけど、多分違う。まるでギャグ漫画みたいなお話ですね。次もそんなエピソードです。うちのじいちゃんから聞いた話。じいちゃんとじいちゃんの兄と二人で米軍駐屯地に夜中物資を盗みに行ったんだ。うまく盗みに成功して抜け出す時に、見回りの米兵が歩いてきたので、じいちゃん慌ててその場に伏せたんだと。するとだんだん米兵が近づいてきて、とうとう伏せている顔の真ん前に立ち止まったんで、見つかったと思って手を挙げて立ち上がったら、米兵驚いて撃っていったまま気絶しちゃって、無事逃げられたんだと。戦後の話だけど、タケノコ生活ってあったよね。晴れ着とか結婚指輪を農家持ってって食い物と交換してもらえるあれ。ものすごいアコギな交換レートだってよく言われるけど営業先のばあさんが指輪10本しかないし、晴れ着で野良仕事なんかできないって言われたつってた。なおそのばあさんの家は東芝だかどこだかに勤めてて終戦直後は給与が電球の現物払いになって、ダメ元で農家に持ってったら、全部切れて困ってたんだとなんぼでも食料と交換してもらえ、そのうち農家や漁師が向こうからやってきて食い切れなくなったもんだからご近所に分けてあげてたらしい。ついでに笑えない方の話。俺の親父。一高一のクソ田舎の出身で学童疎開の受け入れ側。よほどきつかったのか疎開児童の脱走頻発。自分家の田んぼに震えながら隠れてるのを何度か見た。二中井正宏主演の砂の器見てたら、こんなの昔はいっぱいいたよ。戦後は特に多かったと言った親父の顔はなんと表現したもんやら。じいさん、海軍への作物を納める農家。東岸っていう売りを納めていたが、水さえ切らさなければぐんぐん育つ東岸を調子こいて納めていたが、ある時、軍の便所に入ると東岸作り、農家、は、ね、と、大泣きされてたそうた。東岸にはほぼ味がなくて肉なんかと煮込まないと食えたもんじゃない。そんなものを毎日食わされたら、若い兵隊さんはたまったものじゃないだろう。そんな話を最後まで飲み会の定番の笑い話でした。そういえばじいちゃんが戦争行きたくないからって醤油飲んで回避したっていう話を聞いた気がする。どうやったらそれで回避できんのかはわからんけどじいちゃん賢いな。醤油飲むと風邪の症状と同じ症状が出るって何かで読んだな。学校サボりたかったら醤油飲めって。多分その要領かな？めちゃくちゃ体に悪いからおすすめしないけど。なるほどありがとう。ギブミーチョコレート世代だった祖母の話。ガムをもらったけど食べ方がわからずそのまま飲み込んでいたそうな。やっぱど田舎の子供だね。笑えるかわかんないけど間一髪だった話。機械工として林県の飛行場で働いていた祖父。ある時休みをもらって実家に帰った。働いていた飛行場がある県はその地方の中では大きい都市だったから、いつ空襲が来るかわからなかったので、帰ってきた方がいい。と言われたけど、ちょうど来週が休業日だから、もらったら帰る。と言って林県の仕事場に帰った。そして休業日の日の夜、実家がある方向が真っ赤に燃えていた。この時の空襲が市街地破壊率 99% と甚大な被害を出した富山大空襲だと知ったのは戦後になってかららしい。休業日がその日じゃなければ私は存在しなかった。うちのひいじいさんの家族は戦時中に東京に住んでいたんだけど、ジャズが大好きで、憲兵に見つかるとやばいから、音を小さくしてレコードを聴いていたそうです。そんなことをやっているうちに使用済みの針が大量に溜まってしまい、夜中に人目を忍んで針を捨てに行ったそうな。祖母のいとこが陸軍の少尉で、たまに家に遊びに来た時は祖母を含む子供たちと一緒に軍刀を振り回して風船を割って遊んでいたそうです。それが曽祖父にバレて、家の中で刀を抜くものではありませんって叱られたと言っていました。ちなみに曽祖父の先祖は上級武士の家柄、長州藩士、で、礼儀作法には厳しい家柄。この一家は戦時中、昭和20年の戦争末期を除く、は日本軍の軍事物資の横流し品で食いつないでいたらしいけど、戦後も懲りずに米軍の物資の横流しをやっていたそうです。そのせいか終戦後に手のひらを返したようにすぐに親米的になり、祖母の妹は横田基地で在日米軍の職員として通訳の仕事をしていました。うちの父方の曽祖父、曽祖母、祖父の話。曽祖父は和満鉄の鉄道技師として曽祖母、祖父を連れ天津だったか宝天だったか、とにかく満州にいた。曽祖父は技師をしていて兵隊に取られず、満鉄で働き続け現地の満鉄で働いていた中国の人とも何事もなく仲良くやっていたらしい。
そしてとうとう終戦を迎え満州から日本行きの船が出る大連へ向かおうとしたらしい。しかし、何せそういう日本人たちを襲う中国人が多くて、一家全員すごくビクビク怖がりながら家を出たそう。そこへ満鉄で曽祖父と一緒に働いていた中国人たち数人がやってきて、王さん、曽祖父、には長くよくしてもらったから駅までで良いから護衛させてほしい。と言い出し曽祖父たちはその中国人たちに守られて襲われることなく満鉄の駅まで行くことができて、無事大連から日本に帰ってこれたという話を祖父から聞いたことがある。うちの母親は戦後の沖縄生まれ。その母親がアメリカ占領下の沖縄で清掃のバイトで働いていた飲み屋で米兵が飲み代の付けに中身入りの手榴弾を置いていったことがあるらしい。うちの先祖さんは満州に行ったけど泥棒に入られて無一文で帰ってきたらしい。お風呂に一本グソされてるのが一番腹立ったと言ってた。マッカーサー許すまじの登場率の高さ。マッカーサーのイラストやは、このシリーズで何度も登場しました。今は、お察しください。祖父の大学の先輩が学徒出陣することになったんだけど、神宮で行われた壮行会に遅れたのと雨だったんでぶっちして東京観光したらしい。そりゃ、京都の大学だし東京なかなか行けないもんな。これから、見に行くわけだから、そんくらい楽しんでも罰当たらんだろうと思ったんだろう。面白い話ではないけれど思い出したので、中学の時の先生が、終戦後の屋台のカレーは犬肉だったと言っていました。ばあちゃんの家は農家で食べ物に困っていなかったので、弁当が自分だけ白米で隠しながら食べていたそうです。そのばあちゃんが友達の家で水豚をご馳走になり、それがすごく美味しかったと大好物になったそうです。しかし、当時の水豚を再現して私たちに無理やり食べさせるのですが、出汁も入っていない醤油のみで味付けされているため、クソまずくて水豚が大嫌いになりました。戦争を経験していないのに、間接的に被害を受けました。じいさんが中国に行った時の話。基地で夜寝てたら、小便にトイレに行くの、面倒で外に立ちション、なんか外でゴソゴソしてるの発見。敵部隊案。上官に報告。部隊を救う、後で剣で3人しかもらってない勲章もらう、なかなかのラッキーマン。父方の亡くなった祖父の話。昔から自己中心的な考えだった祖父は、赤髪が来て徴兵されることが決まった日に、もう、ぬと思ったらしく、有馬根全部はたいて自分の好きなスイカをリアカーにたくさん買ってきて、結婚していた嫁、婆様、には食べさせずに、自分だけで全部食った。結局食いすぎて、下痢と腹痛を起こして兵役免除。有馬根は全部なくなるわ、嫁である婆様には何も食べさせないわで、当時の親戚中からも、現代の孫のアイラからも白い目で見られてた。それでもキセルでマバマバとタバコは吸うわ、ブランデーやウイスキーはマバマバ飲むわで、ゴーイングマイウェイなじいさんでしたわ。昔、知り合いのじい様にいろいろ聞いた時に戦争映画なんて見ないよって言われて感慨深かったけど、ひまごとガンゲーム、戦争系やゾンビ系、推してるのを見てただの好みなんだなって思ったよ。明治末生まれのうちの祖父は昭和17年30代で上等兵で3度目の兵役に召集された、その時に召集された人は同じ年代が多かったそうな。舞台について期待申告した若い伍長に貴様らシャバの気分を忘れさせるため今から全員ビンタすると言われたそうだ。言われた瞬間、祖父たちおっさん兵隊は仮にも上官に怒り出し俺たちは現役のおまんまくってきてるんだ。現役の先輩ならともかく召集で伍長になったお前にビンタなんかさせるものか。と口口に言ってかわいそうな伍長を責めたそうな、祖父曰く戦争前に徴兵検査合格して現役兵として正規の訓練を受けたから、即席訓練で伍長になった小僧にビンタされる言われはないということらしい。責められた伍長はそういうことなら今日は勘弁してやると言って引っ込んでいったそうだ。明治生まれ怖い。私の祖父、三男は市徴兵だった。祖父の兄、次男は第二次上海事変上陸できずに、一発も弾丸撃たずに、亡した。次男を送り出した上官、親戚は責任を感じて、満州にて安全な市徴兵として祖父を送り出した。おかげで、祖父は前線に食料弾薬を運び、負傷者、戦車を引き取るのを、ずっと繰り返すだけの任務だった。前線に運ぶ前に全滅連絡が入電したら、食料は皆で消費した。空腹の経験はないそうだ。というわけで最後まで一発も敵に銃を撃たなかった。祖父の日中戦争の感想はいつも腹いっぱい食えた。太った。人生で一番楽しかった。勲八等高をもらっていたが、次男三男ともに一発も撃たないまま終戦を迎えた。次男家族は特別懲役金で困ってなかった。そういやばあちゃんの方の話もこちらが5歳の時に、だから母ちゃんからのまた聞きだけど、一応裏は取れてる。
曽祖父が海軍の航空関係のお偉いさん、軍人さんと会議に行くこともあったそう。曽祖母が聖路加病院の看護婦というエリート一族。家が浅草にあって東京大空襲で家から逃げて走り回って、奇跡的に燃えてなかった家に帰ってきたら知らない人が家に住み着いていたらしい。追い出すのもかわいそうだから自分たちが引っ越すことにした。今考えるとノブレスオブリージュみたいなものか。その後曽祖父について行って鹿屋基地に住んでいたみたい。家族住めたのかよ。でも末期も末期になるとそこも空襲がひどくなって基地として使えなくなって曽祖父は次の特攻隊の基地の大村基地へ。ワーと曽祖母は知り合いのつてで北へ疎開した。よっぽど縁があるらしくこの知り合いの人の葬式に曽祖母が参加してた。明治の女らしく飛行機あるけど夜行列車で、実は戦時中なのに牛肉の差し入れもらって食ってったほど、多分裕福な人物であったがやっぱさつまいもとかぼちゃはこの時に一生分食ったらしく、その後の我が家はバーガー、沼でこれらは食卓には出なかったそう。あと鶏肉も好きじゃないらしいんだが戦中戦後の食糧難の時代に変な鶏肉つかまされたのが原因か？って思ってしまう。昔の人の話は今の感覚とは違ってむちゃくちゃ。実際に体験してなおかつ生き残った方の話はリアルすぎて恐怖や悲しみもあるとは思うが、笑い話テイストが勝ってしまう。辛い体験だからこそ面白く笑い飛ばしているのだと思います。コメントを見るたびにそのたくましさにはいつも圧巻されます。それでは第9弾でまたお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画は本当に皆様の善意で成り立っています。なので、親族や知人の祖父母の方から聞いた戦時中の面白話を、ぜひコメントに書いていただきたいです。チャンネル登録と高評価も並行してお願いいたします。